ハロー YouTube! My name is スワキツネ。こんにちは、スワキツネです。今日は高知の南国シティやってきました。Today's 高知南国シティ。This is Road Station 南国フラリ。ここはまあ道の駅の南国フラリってところです。もう結構前に行ったんですけども、ちょっと実況入れてみました。はい。Let's go!フラリ堂っていう場所で、まあ中にはお店があるんですよね。うん、ショッピングストア。でその右上にはなんかカフェがあったりとか言ったんだけど、まあ耳に行かずという感じ。ほらこれ見てよ、刃物、ナイフです。 This is knife very sweet じゃない、うん、めちゃくちゃ鋭いですよね。全部ナイフ、これもうほんと全部鋭そうなんですよね。上はもう多分アーミーナイフ的なもんでしょうね、うん、めちゃくちゃ鋭そうでしょう。これ切って肉とか聞いたいね、これで。はい、このまま歩いていこう。さらに奥へ奥へ。で、まあ奥の方にはお土産とか、まあ、フードですね。食料品とかフードとか、まああとは横にそのドリンク類。まあ高知名物の高知ドリンクがいっぱいありますと。で、ここはまあ日本酒だったり、カクテル系と。そして、ビール。高知ビールがいっぱい載ってるという感じですね。で、日本酒。高知といえば日本酒が有名ですかね。ジャパニーズ高知ジャパニーズ酒フェイマース。高知はまあ、日本酒がうまいですからね。クレとか、あとはまあ、この辺は焼酎か。はい。で、このまままっすぐ行って、特殊ななんか、謎の土産ですかね。この水炊きって水煮か。水煮って何だろうねっていう。あんま食わないんだけど美味しいのかな。でその上にはなんか辛いスパイシーフード、辛そうなもんがあると。これめちゃくちゃなんかね、辛そうだからな、まあ、辛いも好きな方ちょっと食ってみてくれ。はい。ラスク、シューラスク。 It looks very sweet、まあ、とてもなんか甘そうですよね。結構なんかね、甘いも好きだから ぜひ食ってみたいんですよね。ほらこんなアイスクリームとか、だからあんまり僕はアイスクリームが苦手だから、あの歯がしびるんですよ。もうトゥースビリビリスパーク、うん、あとはまあたこ焼きがあったんだけど、まあ、ちょっと今回スルーしちゃったっていうね。で、まあ、スルーして外にフードショップがあったと。揚げパン、カレーパン、フライドブレッド、フライドカリーブレッド、It's very spicy and delicious。 とても美味しかった。しかもこれ結構ね、結構そのカレーがね、コクがあってね、美味しかったんですよね。しかもそのパン生地がすごいね、あのサクサクで、あとは中はふんわりという感じで、うん、結構しっかり焼き上げて感じですね。もう出来たてほやほやと。はい。そして最後はなんか八百屋さんですね。いっぱい野菜が売ってますね。 Many vegetables。 とてもセールな感じですね。セルベイスタブス、アンランチ、弁当も実は売ってたんですよね。あの映像出てねえけど。まあそんな感じでね、まあさっきカレーパン食っちゃったからね、お腹いっぱいなんですよ。フルフル、アイムフル、お腹いっぱいだったので。はい、Thank you for watching video. Subscribe my channel。 まあご視聴ありがとうございました。ではまた。